今年のじいさん根岸 S の勝ち馬エンペラーワケア、お寿司、杉山春が7日のリステッドエニフ S、中京ダート 1400m で復帰を迎える。芝 1600m のデビュー戦、5着、5からダートに参戦。目下7戦で5勝、2着2回とパーフェクト連帯を続けている。今回は5月の欅 S、2着、以来となるが、4日の最終追い切りは立東ハンドで4波論53、0の12、3秒をマークしており、仕上がりに抜かりはない。担当の野坂助手は、全身規制も旺盛で、それでいて落ち着いていて、いつも通りのパワフルな走り、と太鼓判を押した。以前は逃げを打つこともあったが、コンカケルは中段で我慢させラストで末足を発揮させる競馬が板についてきた。同助手は、川田ジョッキーがしっかり競馬を教えてくれていると今回も含め4走連続で手綱を取る鞍上に信頼を寄せる。今回の舞台では昨年7月の1勝クラスを勝利。また左回りで同じ 1400m の東京競馬場でも先の根岸 S を制しており、不安らしい不安は見当たらない。重賞ウィナーなので、ぜひとも結果を出してほしいと野坂助手は力強く抱負を語った。強豪並み居るダート戦線で頂点を狙う逸材の再始動に注目が集まる。